よし、それじゃあ、いきますよ。せーの。集まれ動物の森ということでね、今日からはっていうか、今日は動画でお届けしたいと思います。3日目でございますね。おっと、最初はたぬきちのご報告からかね。生放送と動画で合わせてなんか進めていく感じになると思いますので、ぜひよろしくお願いします。あ、名乗ってなかった、宝物ですよろしくお願いします。皆さん、たぬきち棚も、ただいま2020年3月21日土曜日の午前11時2分なんだもん。もう、リアル時間ばらすな。さて、本日のニュースは、なんと本日、ふうたさんという方が桃津島の仲間になりました。ということで、前回というか生放送でね、たぬきちに生き物を5匹見せたらね、ふうたが来るぞっていう予告をしてくれたので、今日からふうたが来てくれるんだ。ふうたさんは桃津島の生態系に興味を持たれて、調査のために移住してきたんだなもん。島の皆さんにもぜひ調査にご協力いただきたいということなので、興味がある人はふうたさんのテントを訪ねてあげてね。それじゃ今日も一日楽しんでちょうだいね。てなわけで、博物館長のふうたさんが来ました。さあ行きたい。そうだ、私の髪型を変えてまいりました。木製の姿見っていうアイテムを作れたんだけど、それでね、ちょっと帽子外そうか。誰を外す？頭。はい。なんかね、女の子の髪型っぽい感じもするんだけど、なんかさ、陽キャの後ろに髪をまとめてる人よくいるじゃん。髪長くして。そういうやつ俺大嫌いなんだけど。リアルでは大嫌いだけど。まあまあでも現実世界ではね、現世界じゃない。ゲームの世界ぐらいではね、俺も陽キャになろうということで。帽子かぶってちょっと立てる感じがすごいいいよね。じゃあ手紙開こう。あ、タナキショッピング来た。そうだ、俺頼んだんだこれ。どれだ、これだ。オーバルメガネっていうのを頼みました。たぬきショッピングで。お金の方だね。マイルじゃなくてお金で買う方。身につける。おお、なんかいいじゃん。なんか動物の森始めるとメガネつけちゃう癖あるんだよな。あ、ナディア、ナディアおはよう。うわ、でっかい魚いるね。今日は絶好、あ、なんかたぬきちのトーンで言っちゃった。今日は絶好の釣り日和だからね。釣って釣って釣りまくるよ。まあ、いっか。すげえ釣りするんだな、ナディアは今日。3日目って言ったけど、3月21日だから発売日的には2日目だから、もう早速食料不足に陥ったんだろうな。おお、フータのテントあった。これがフータのテント？すげえ、思ったよりちっちゃいな。こんにちは。こんにちは、フータさん。おお、いつも変わらず。お目目パッチリ。V の字型の眉毛。こんにちは。ほほー、はじめまして、私フータと申します。桃津島の生態系に興味を持ちまして、調査のためにやってまいりました。もしあなたはこのテントの場所を決めてくださったトウモツさんですか？どこから俺の情報を知ったんだお前。タヌキチが言ったのかな。そうなんです、敬語でいこう。やはりそうでしたか。いやいやはや、おかげさまで無事移住することができました。調査のためとは申しましたが、私この島に博物館を建てて永住する決意で参りましたので。おお、決死の覚悟でここまで来たんだ。今後新種の虫や魚を発見されました際には、ぜひこちらにお持ちください。博物館が完成した暁にはたぬきちさん経由でお預かりした生き物も含めて展示しますので。ちなみに肝心な博物館ですが、こちら少々問題がございまして。あ、あれか、材料が、建築材がないって話か、もしかして。どうやら開館の許可をもらうためには展示品の数が足りないようなのです。あ、そっち？少し前まではとりあえず箱だけ作るなんてことも日常茶飯事だったのですが、最近はさすがに厳しくなったようで。そうだな、あの他のシリーズの動物の森を始めたら、だいたいフータの博物館は箱だけ作ってみましたって感じで、あの展示のケースとか場所はあるんだけど、生き物がいないっていうわけわかんない博物館になってたよね。ちなみに私のプランといたしましては、虫と魚以外に化石の展示室も作りたいと思ってるんですよね。お、化石。見たところこの島には川の向こうにも土地があるようですが、高飛びももらえるこれ。ああいう未開拓の場所にはロマンと化石が溢れていると私は思うのであります。って言ってるんだけど、俺マイル旅行券2枚目買っちゃって化石ゲットしちゃったんだよね。実は化石1個持ってるんだよね俺。ふむむ、ほほ、無人島生活っぽいいいアイデアがあります。トウモツさんのスマホにちょっとデータを送りますね。もう何でもかんでもデータの時代だな。
わ、すげえ。博物館長っぽい。博物館長っぽいスマホケースだ。島で手に入る木材を集めて、長い高飛び棒に加工すれば、棒高飛びの要領で川を越えられるはず。化石を掘り起こすのに必要なスコップの作り方。ふうた有能。スマートフータだ。化石を探しに行ってください。おっと、ご挨拶だけのつもりがすっかり話し込んでしまいました。とにかく博物館を建てる許可を得るには展示品があと15種類必要なので、寄贈のご協力をお願いいたしますです。15種類か。あれどっか俺、あ、おたまじゃくし1個持ってた。おたまじゃくし寄贈しよう。はい、お茶まじゃくし、お茶まお茶まじゃくし、お茶まじゃくし。それマイル旅行券で、あ、これ喋ってくれる、いろいろ解説しも急いでるんで、これ後で聞けるのかな、聞かせるにしよう。一応最初はおたまじゃくしといえば言わず知れたカエルの子ですね。黒くて丸っこい体と長い尻尾が愛らしいですが、おすすめは足が出てきた頃。結構グロいんだよなこれ。生物基礎の授業かなんかでおたまじゃくしの細胞分裂みたいなの見たけどな。とまあこんな感じでございます。ではこちらをお預かりしておいて、博物館完成した暁には展示させていただきますね。はいはいはい、って感じか。14点、ほうほうほう、14点とか言ってるんだけど、ここにすげえ溜め込んでんだよね俺。どうせ寄贈するだろうっていう目論見でこんなすげえ溜め込んでるから、こいつら全員寄贈しようぜ。さてなわけで、浜辺にいっぱい置いておいたね、あの生き物やら虫、魚や虫を回収してきたわけなんですけれども、これだけいればさすがにね。もうここで20いるからね、下2段で20いるからね。まあ博物館完成待ったなしですよ。寄贈しよう、まとめて寄贈できるかな。寄贈する、まとめていきたいな。はい、あーダメか、まとめていきたかった。カメムシ、ヒッカメムシ、あーいえ何でもありません、ちょっと苦手なだけですので。そうだ、フータは虫が超苦手なんだ。じゃあ虫集めんねよって話だけどな。極めて個人的かつ生理的な事情により客観的情報をお伝えできる自信はあまりないのですが。いやいいよじゃあ。ちょっとこんな感じでガンガン寄贈していこうか。あるよ、こんな感じです今。タランチュラとか裏で捕まえたり、マイル旅行券使って他の島でモルフォチョウとか捕まえたりしました。この子がね、まあ高く売れんのよ。4000円で売れるのよ、この子が。4000ベルか。で、この子を乱獲できる島を見つけてしまいまして、マイル旅行券で。それでまあちょっと動画をちょっと貼り付けとくけど、大量にモルフォチョウがいて、すんごいお金稼げた。序盤でこんな島引くとはすごい運が良かったわ。そういうことでまあこの辺全部寄贈しましょうか。早送りかカットで。よし、レッツゴー。さあこれで15匹目じゃないかなと思います。タランチュラ15匹目タランチュラで。危険生物を押し付ける。さあこれでなんか進むかな。とりあえず15匹集めた気がするけど、お、来た来た。ん、ということはやった、やりました。手続きに必要な展示品が揃いました。いやー、まさかこの島に来た初日にして博物館建築の目標が実現するとは。お、これ初日にやったからこのセリフ聞けたんじゃない、もしかして。やった、貯めといてよかった。まったく桃津村の皆さんの情熱には驚かされましたよ。とにかくこれだけあれば博物館の建設を申請することができます。おお、やった。あー、こうなったら大急ぎで博物館を開く準備を始めなくては。もう早速博物館が開かれるのか。やった、でもまだこんだけ余ってんだよな。高飛び棒を作ることであっちの世界に行けるようになるのか。あっちの区画の方に今までずっと行きたいと思ってたんだけど、フータから教えてもらえるんだね、高飛び棒のレシピは。なんか言わないタヌキチ。お、お、違った違った、なんか言わないかな。トムさんどうもどうも、何か僕に相談だな、も何でも気軽に聞いてちょうだい。あれ、フータのこと何も言わねえじゃん、最初のコメントしかないんだ。ならつまんねえの。それじゃあ高飛び棒を作りましょうか。あ、待って、俺道具持ってないかもしんない。素材か、素材持ってないかもしれない。高飛び棒あった、柔らかい木材5個、ほんほんほん、しょぼいスコップは硬い木材5個。てかスコップも安定してレシピ教えてもらったから、生産できるようになったからもう怖がらずに使えるね。さあお家に戻ってきましたけれども、今こんな感じ。味気ない部屋、
なんだけど、収納の開き方が分かりました。待って、これ、俺のうちの収納ね、今。でね、硬い木材とか、いろいろ集めてるんだけど、これ、化石。化石をね、旅行券で行った島でね、偶然にも1個見つけまして、これ、フータンに持ってけばいいんじゃない？で、柔らかい木材で高飛び棒だったな。よし、柔らかい木材持ってこう。で、あと、これ。木製の姿見だっけ？名前忘れたけど、これでね、イメチェンができることが発覚しました。これを見せると、木製の姿見でイメチェンしようかな。イメチェンするっていう感じにすると、ほら、最初の項目が出てくるんで、これ。一番最初の肌の色とか変えれるし、もうこれ肌の色はこれでいい。で、髪型もね、ほら、こっち多分上が女の子の髪型なんだけど、ほら、こんな風にね、あ、気持ち悪い。似合わねえな、お前。変えれたりとか、まあ、こっちが男の子の髪型だね。最初俺これだったね。で、髪の色違うけど今。んで、まあ、こんな初期、飛び出す動物森のパッケージにあるような髪型だったりとか、こんな七三分けとかね、いろいろあったりするの。とりあえず、イメチェン写したら、なんか姿見を作ることをおすすめしますね。姿見とかドレッサーとかでもいいらしい。じゃあ、戻しとこうか、最初のやつに。で、これ鼻と口とか、チークもできるし、ここが一番すごいんだよね。性別変えれんの。性転換できんの、これ。ありえなくない？性別変えるより、名前とか、島の名前とか変える方が簡単な気がするけどね。改名とか、島の名前変えたりする方が。こんな姿見見るだけで性別が変えられるっていうとんでもない世界。どんな魔法の鏡だよ。さあ、高飛び棒作るぞ。新たな世界へいざ行かん。はい、高飛び棒は一番上。あれ？どこだっけ高飛び棒。あれ？高飛び棒なかった。あった。これだ。高飛び棒。よし、お前を待っていた。ヤフー、高飛び棒ができた。これで新天地へ行ける。どうやって使うんだろう。川に向かって A ボタンでいいのかな。これはお気に入り登録あされてある。そう、裏の方でお気に入りリングをマイルを使って買いました。十字剣の上を押すとね、こんな感じで出てきて簡単に道具を呼び出すことができます。高飛び棒これだね。よし、ほいじゃあ行きますか。こっちからでいいかな。いけるかな。これでアリック、今から俺あっち行くんだよ。この島で一万の大物釣り上げるぞ。それじゃ川じゃダメだろ、お前。海行け。川にもいいやついんのかな。よし、それじゃあ行きますよ。せーの、きたー。やったやった。新しいとこ、これだ。うわ、雑草いっぱいや。雑草がいっぱいある。リンゴもいっぱいある。ちょっと、お花ある、お花ある。一周ぐるっとしてみよう。一番下行きたい、とりあえず。一番下に行きたい。なんか面白いものないかな。これ砂浜？あ、ここにヤシの実植えるのもいいかもしれない。なにこれ？桟橋？なんで桟橋があんの？あ、さすがにここ高飛び棒使えないか。向こう岸ないもんな。なんか桟橋がある。これちゃんと海岸広がってて、うわ、でっけえ岩。あ、岩だけどこっち行けんのか。まだまだ行けるのか。あ、この岩乗れるやつじゃない？あ、乗れるやつだ。なんかこの岩にも家具を置けたりすんのかな、もしかして。ここでなんかね、なんだろう、ライブステージとか作るのも面白そうだよね。足場が悪すぎるけど。あ、化石あった。ちょっと待って、こうして化石あった。あ、ミツバチいる。あっちに、上の方に。ちょっと見えたかな今。よいしょ、化石ゲッツ。これまとめて後でフータンとかに持ってこうか。いや、世界が広がった。これさ、最初のさ、なんつうの、下のさ、マップ見えるかな今。下の真ん中のさ、あのちっちゃいところでも存分に楽しめたのに、いや、こんな広いとこ来たらもうどうなっちゃうの俺。おかしくなっちゃうよ。あひゃひゃ、デュフュフュってなっちゃう。あ、でもこの崖の上は、まだ花カマキリいる。崖の上は登れないのかな。なんか、ないよね、マークが。あ、またこの崖の上も、なんか、はしごみたいなさ、あったよね、はしごあったよね、確か。あ、ここ、ここ高飛び棒で飛び越えるのか。はしごも確かあったので、まだ崖の上はいけないって感じかな。すべてのエリアが解放されたわけじゃないって感じなんだ、多分。だからこっち側に確かね、化石があった気がする。ずーっと気になってたんだよね。こ
この辺、川岸、あったあった、川沿いにね、化石があった。これも化石かな？あ、じゃじゃ、雑草ちゃう、雑草ちゃう。あ、じゃじゃ、雑草ちゃう。はい。よっしゃ、化石や。ヤフー。そら、こっちに石もあるから、ここで鉄鉱石掘り出せるんじゃない？後ろ掘って、前回は、なんだっけ、石を、生放送で石を掘った時にリンゴを食べちゃってたので、なんかパワーがみなぎってね、石を壊しちゃったんだけど、今リンゴ全く食べてないからね、パワーがみなぎってない時に叩くと、あ、何個もそうやって出てくる。あ、待って、右の雑草抜いとけばよかった。もったいね。こうやって叩くと、連続でいろいろ出てきてくれる。雑草抜いとけばよかったな、ここ。鉄鉱石2個出たね。これもう少しで、たぬきちの、たぬきちじゃない、豆吉か、豆吉にお店の資材を渡してって言われたの、鉄鉱石30個集まる気がする。あと鉄鉱石30個だけなんだよね。うわ、化石いっぱいある。あ、ここにもある。いっぱいあんじゃん、化石。そんなあんの？序盤で化石はね、お金稼ぎの、結構、高価で売れるものではあったりするんだけど、いや、俺はね、あ、急げ急げ急げ。俺はね、最初寄贈したい派だから、多分売らないわ、化石は。はい。よーし。プレゼントもね、5000円入ってたりするからね、いいんだよね。何入ってるだろう。バルハット！おー！風船らしいものが、うわ、鮮やか！一気におじさんになった。ん？マイレージが溜まった。マイレージも4430溜まってるね。よし、200もらって、もうすぐまた5000いくね。あ、かける2だった。400もらった、今。やったー。うえ、金出てきた。来た来た来た。ラッキー。これで8100ベルぐらいゲットできるんじゃなかったっけ？俺の計算では。お、すげえいいタイミングで壊れた。もうどんどん溜まっていく。これこのまんまね、財布に入れてくれるから便利だね。まあ、便利だけど、いくら溜まったか分かんなくなったな。よし、じゃあ、またスコップと網も作んなきゃいけないのか。スコップと網作ってくるか、先に。おーっと、出た出た出た。これはあれだ。金のなる木のやつだ。手に持つ。これね、確か、俺この前1万ベル埋めたと思うんだけど、100ベルでいいらしいね。100ベル埋めれば、金のなる木が生えてくるらしい。掘ろうか。よし、金。金だ。1000ベル掘り出した。で、ここに100ベルを埋める。穴に埋める。これでいいらしい。これで、なんか、普通に木が生えてくるらしい。だから1万ベル無駄だったね、この前。さあさあさあ、見せたいものというのはですね、タヌポートのアクセス特典、おー、ありがとう、ありがとう。3日連続100マイル、ありがとう。ですね、 ATM、 えい、167910ベル。はい、これですね、先ほど動画貼り付けたやつあると思うんですけれども、モルフォチョウが大量に湧いてたあの島で、モルフォチョウ乱獲して 4000×何匹捕まえたんだろうな、わかんないけど、6万ベルぐらいそこで貯めることができました。自力で10万貯めたんだけど、その後に6万モルフォチョウで貸してあげることができたので、これでローンが返せる。どちらから、預金から返済する。全額じゃおらやったぜ、ローンなくなった。パラパッパッパッ、やったー、おうちのノー全部払い終わったー。よっしゃ、お、またマイレージが溜まったか。あった、祝ローン完済だな。もいくらもらえる？1000ぐらいちょうだい。おお、やった、1000もらえた。ローンの卒業生、やったー。5930溜まった。これもう簡単にマイレージ貢献買えるね。たぬきちなんか言うことない？どうもどうも、ともつさん、おうちのローン全部払ってくれてありがとうございました。だなも、またこれ次の借金が増えるんだよ、どうせ。ところで今のお家って広さ的には満足してる？だなも、お、出た出た。こうやってね、ちょっとずつ客の欲望を引き出していくのがうまい昭和タヌキ。もし手狭に感じたことがあったなら、ここらで少し広いお家に増築することをご提案する。だなも、その方が家具もたくさん飾れるし、収納スペースだって広がるから、暮らしにゆとりが出るんだもん。どんどんいいところばっかりね言ってって、作った後にお金を請求してくるんだよ、この子。まあ、増築するけども。
マイホームの相談。お部屋を広くするのがおすすめ。はい。おお。プラス10万。お願いしますよ。こちら手配進めるからね。マイドアリーってこいつ今悪い顔したんだろうな。屋根の色。屋根の色、水色のままでいいな、俺。水色でいいっすよ。水色が好き。水色。明日にはお家の工事が完了してると思うからお楽しみに。さあ、半ば強制的に契約書に判子をさせられましたけれども。で、何しに来たんだっけ。あ、違う。マイル旅行券を買いに来たんだ。マイルでマイル旅行券。マイル交換。なんか増えたりしてないかな。増えてないね。増えてないか。よし、じゃあマイル旅行券を買おう。2000。はい。意外とね、マイルガンガン貯まるから、温存する必要はないと思う。よし。じゃあこれで飛行場から、ね、行きましょうか。と、その前にですね、化石の鑑定をしてもらえると思ったので、化石の鑑定でしたらいつでも大歓迎です。ほら。化石見つけたよ。ほう、それは本当にありますか？なんか軍人っぽいな。本当にありますか？よし。あ、5個持ってる。俺5個も持ってる。じゃあ、どんどん化石を鑑定してもらいましょう。さてなわけで鑑定してまいりました。ステゴサウルスの頭。アーケロンの体。アーケロンの頭。おい、揃ったじゃん。アーケロン揃った。やった。フタボサウルスの頭。アンキロサウルスの頭。ということで。今、マイル溜まったね。どんどん溜まる。これだ。何の化石かな？これ300ぐらいか。300だ。やったぜ。これちょっとさ、外に並べてみよう。アーケロン。この辺でいいかな。アーキロンちょっと並べよう。この辺に飾る。でかいよね。お、でっけ。あ、ちゃんとなんか解説付きで置いてくれるんだ。これフーター関係なくさ、こっちで勝手に博物館作れそうじゃない？外に。さあ揃った。やった、アーキロン。いや、アーキロンってこんなんなんだ。なんか鳥かと思ったけど、アーケンとアーキオスが出てきたわ。これ解説読めないの？読めないっぽいな。ポケモンのアーキオスとかが出てきたから、アーケロンとアーキオスって似てない？でも、何やったら、揃ったね。やった。じゃあちょっと、マイル旅行券で他の島に行く準備をしていきましょうか。さあ、他の島に行く準備が整いました。俺的マイル旅行券使い方のセットはこれでいいと思う。網、釣り竿、スコップ、石の斧でいいと思う。なんか、普通の斧とか、ジョウロとかは絶対他の島で使わないので、これでいいと思います。よし、じゃあお出かけしたい。マイル貢献をお持ちのようですら、そちらも使いますよ。モーリー。マイル貢献使う。マイル貢献を使ってゴールされるでしょう。プライムレチャンネル、よろしい、出発。さあ着いたね。さあ到着しました。今回のターゲットはこの島です。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合にはいつでも声かけくださいね。ということで、グッドロック。さあ今回の島はどうだろう。うわ、これなんだ、何の島、わかんない、なんだろうこれ、わかんない。焚き火ある、誰かいいんじゃない。こーわおい、原住民発見したぞ今。誰だあれ、こーわ。アネスいたっけ。ものすげえ怖いやついた。こーわ、あいつ。まあいいや。そうだ、石をね叩いていこう。お、化石あんじゃん。あれ、これもしかして高飛びを持ってきた方が良かったパターンかな。あっち渡れないパターンかな、これ。あ、それだったらめんどくさいな。まあ、ワンチャンね、マイルで高飛び棒は買えるかもしれないので。道具はね、マイルで買えるんだよね。だから持ち物忘れた場合とかは、マイルで買える。よし、鉄鉱石出てこい。お、来た。あー、出てこない。鉄鉱石来い。鉄鉱石、カモン、カモン。よし、そう、そういうの。3。もう1個。よっしゃ。あ、4ゲットしたってことは、釣り竿じゃないわ、網とスコップを作るのに、鉄鉱石2個使っちゃったので23だから、4足して27、あと3だ。律儀に穴埋めていく。あと3あればお店が作れる。石ある、あった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 、石いっぱいあんじゃん。ちょっと周りのゴミや拾っといて。よし、これでもう一回叩こうか。はい、粘土違う、鉄鉱石
鉄鉱石、鉄鉱石あと3個でいいの、あと3個でいいの、よし1個、あと2個、よし、いやあと1個やん、あと1個、どっかであと1個ゲットできないかな、鉄鉱石。石を探したんですけれどもね、やっぱね、あっちに高飛び棒を使って行かなきゃいけないようなので、石の斧で叩きまくって高飛び棒の素材ゲットしてきました。現地調達現地調達高飛び棒、よし、これであっち側に行ける。よかった、石の斧持ってきといて。よし、じゃあ高飛び棒であっちに飛んでいこうか。あっちに石あったもんね、見えたもんね。あぶねあぶね、これで素材が集まる。あったと、ほら石あった、よいしょ。おい、俺怖い子もいるあ、待って、カマキリいる、カマキリちゃん捕まえたい、よいしょい、こいつも寄贈してやろう。カマキリを捕まえた、いいかましてる。お前肌の色、土色そのものだな、大丈夫か、健康状態大丈夫か。恐怖の後には心配が来たぞ。スコップで、よし、ここ叩こう。よし、鉄鉱石があと2個出てくれれば俺の勝ち。2個、2個、 あと何個だ、2個だよな。よし、石、鉄鉱石、よし、勝った、これは勝った。あ、違う、うわ、やらかした、うわ、やらかしたけど、あ、揃ったんじゃない、ちょっと変なとこ穴掘っちゃって無駄にしたけど揃った気がする。これでお店が開けるのではないか、なかろうか。誰だお前は。弥生、まあ私以外にもこの島へ旅行に来られた方がいらっしゃったんですね。ああ、こういうあれか、優しい系の女の子か。いや、もっと可愛い子が良かったなまあこの子も味があっていいけどね。私弥生って言うんですよ。あなたのお名前は。なるほど、トウモツさんですね。え、トウモツ島からはるばるこの島まで来たんですか。私はこの島の近くの島に住んでるんです。あ、お前もこの島住みじゃないんだね。冒険が好きっていう意味では住んでるところは遠いですけど、私たち似た者同士かもしれませんね。ハニョ、ハニョってなんだ。あ、誘えないんだこの子。スカウトできると思ったんだけど。ああ、スカウトできる、まあ、せっかくだからスカウトしちゃおうか。うちの島来てみる。本当にいいんでしょうか。さっきお伺いした桃津島にまさか誘っていただけるなんて。私なんだかとっても嬉しいです。まるで夢を見てるみたいな気分ですよ。やった、後から嘘だなんて言わないでくださいね現地ついてタヌキチに話したら、え、そんな契約受けたまわってないだもって大丈夫だよ。そういえばタンタンどうなったんだろう。配信でね、クマのパンダか、パンダのタンタンに、タンタンが遊びに来るみたいな、引っ越してくるみたいなスカウトをしたんだけど来ないね今日来てるかと思ったんだけど来てなかったね。どうしようかな。じゃあとりあえず、まあ、この島からすぐ帰るのもなんなんで、ちょっと探索した後すぐ戻りますわ。じゃあ、はい、と、まあこんな感じでですね、集めれるだけの材料というか資材は集めてきました。ね、この辺の木材とか、まあ、リンゴとかヤシの実とかね、まあ、もちろん鉄鉱石もなんだけど、このね、アネモネの株を大量にかっさらってきましたスコップでね、お花を掘るとそのまんま株を、なんつうの、掘り出せるみたいで、でそのまま、自分の島に帰ってもね、このまま植えれるみたいなので、これを持ち帰ることでなんかお花を即簡単に増やしちゃうっていうことに気づきました、ついさっきさあ、というわけで鉄鉱石も集まりましたので入りましょう。さあ、てなわけで鉄鉱石30個持ってきました。あと鉄鉱石30個だけだったから、木材はね、もう30個ずつ渡しちゃったので、鉄鉱石を渡せばお店建設の件が、フラグが立つんじゃないかな。提供します。資材ご提供いただけるのですね。もうメキチかわいいよなこいつ成長したらこんな右にいるような昭和ルドネキにならないように願いたいな。すでにご提供いただいているものもあるので、残りは鉄鉱石30個なのですが、頂戴してもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。おじさんいくらでもあげちゃう君にはありがとうございます。これでお店の建設に必要な資材がすべて揃いました。やったぜ。それでお礼なのですが、今回こうした資材が揃ったおかげで建設の準備が整いましたので、整いました、マメッチです。立役者であると思ったには、ぜひ僕たちのお店の場所を決める権利を申請させていただきたいのです。なんだと、そんな権利くれちゃっていいの。やった、キャンプか。お店の工事看板をお好きな場所に立てていただければ工事の手配を進めますので。ほうほうほう、俺が場所を選ぶのか。
場所選べるようになったら選べるようになったで困るな。さあどうしよう、空いてるとこないかな。自分の自分の家の隣とかでいいんじゃない。隣にしようぜ。ここに建てる、建物同士が近く、あーなるほど、もうちょいこっちだな。はい、ここ。あー水場が近い、めんどくせえ。このさ、ここの通路のさ、なんつうの、同じ区画にしたいんだけど、無理っぽいな。この辺にすっか。この辺でいいかな、じゃあ。うん、この辺にしましょう。多分、後でずらすこともできるらしいので、この辺に建てる。よし。ここに、想像してみる。想像してごらん。うおー、ちゃんとしたたぬき商店じゃん。ここに決めちゃう。オッケー。ヤッフー。これで明日になればお店と博物館ができてるわけだね。なんて便利な世界。どんだけ突貫工事してんだろうな。さあ、トモスさん、お店の工事看板を立ててくださったんですね。明日には開店できるように大急ぎで工事を手配しますので楽しみにしていてくださいね。特貫工事スキルでしょ。なんか絶対さ、天井が崩れたりとかしそうだけどね。じゃあ今回この辺で終わりにしようかなと思います。まあ裏でちょっとお金稼ぎしたりとかしようかなと思います。このタヌキに19万8000ベルを渡さなきゃいけないので。はあ、また借金地獄か。